かつて皇帝グラウンドと呼ばれた広場の突き当たりにある総合工房棟と呼ばれる建物の4階にワンフロアで収まってます。そこに学部から大学院まで全員が集まって日々過ごしています。ここはですね、誰がいつ名前をつけたのか僕も知らないんですけども、 FMファクトリーミュージアム、ね、どういう意図なんでしょうね見られることを前提にしていたのかもしれませんけども、廊下が少し広がったような空間でありながら、可動の壁で廊下と仕切ることができる、まあ、ちょっとしたスペース。でも全学年が集まろうと思えばギリギリ集まるくらいの、なんとか入っちゃうくらいの、まあ、規模の部屋で非常に多目的に使われてます。ちょうど今は1年生の椅子課題のエスキースを行っているところなんですけども、エスキースって言葉はちょっと耳慣れないかもしれませんけど、元はフランス語のはずです。下絵のことをエスキースっていうのかな、あるいは下絵を描くっていう動詞であったりするんでしょうけども、まあ何か構想を練って、それをこうまあちょっとラフに紙の上に起こしてみるっていうことなんですけども、その言葉から発して1週間やってきた自分の作業を人の前で発表し、先生からコメントやアドバイスをもらうという、そのやり取りのことをエスキースっていうふうに私たちは読んでます。もちろんスケッチだけじゃなくて模型を使ったり、人によっては動画を使ったり、まあいろんなメディアを使って自分のやりたいことを人に伝えるという一つの、まあ、トレーニングにもなっているわけですね。でそれが実技課題の、授業の基本的な形式になります。でその場所としてこのファクトリーミュージアム FMという場所が使われています。僕が担当しているのは3つありまして、1つは1年生の最後にやる、住宅の課題、とっても期間は短いんですけども、1年生になって初めて設計、建築の設計らしきものをやる課題ですね。それから3年生のちょうど、今前期の最初の時期になりますけどもにやっている教育施設の課題、これは6000平米くらいの小学校を数週間かけて設計するという課題、それとあとはプレディプロマと呼ばれる4年生の課題としては最後の課題です。卒業設計に向かうその直前、まあ、自分が抱えているモヤモヤをですね、まあ、多くの方は聞いてもらいたくて来るような、まあなんか人生相談的なことになっちゃうことも多いんですけども、うまくそのモヤモヤをこう吐き出せて、すっきりした気持ちで卒業設計に臨めた人がなんかいい作品をこう作っているような気がしますね。だから最初と最後と真ん中、その3つを、まあ、偶然ですけど担当させていただいているような感じでしょうかね。まあ多くの大学では工学部に属しているわけですね。工学部建築科、まあ芸大の場合はもちろん、芸術の一分野として建築を捉えています。だけど工学的な要素を無視しているわけではなくて、建築は工学でもあり芸術表現の一部でもあり、とより広くこう建築を捉えているわけですけども、
さらに言うと、もっとこう広がって人が、まあ、人のためにこう社会的には文化的な活動として建築の設計をするんだという意識を、まあ、先生方全員が持っているということが他の工学系の大学と比べて圧倒的な違いだと思いますね。つまり建築の設計そのものを一つの文化活動、文化的な活動だと、社会的な活動だと捉えていらっしゃるんじゃないかなと僕は感じています。で、あとはこれとっても芸大らしくていいとこだと思うんですけども、建築って答えがないんですよね。絶対唯一の答えなんていうのはなくて、でそのためにみんな悩みもがき、その中から創造的な、まあ、自分の回答を見つけて人に提示していくわけなんですけども、そういうこう状態を周りがみんなそのなんか歓迎してくれる、あるいは一緒になってこう喜んでくれるっていうんでしょうかね、セレブレートしてくれる、そういう環境がやっぱり基本にあると思うんです。でそれは建築という分野に関わらず、絵を描く人も立体作る人も、あるいは音を奏でる人も、みんなが同じような、まあ、状況で同じように創作に向かっている人たちだからこそ共有できる感覚だと思うんですね。でそのまあ何て言うんでしょうね、おおらかな創作に向かうその苦しみと喜びをまず基本的に分かち合って自分が存在し得るということはもう日本国中探してここしかないんじゃないかなっていうふうに思います。そういう意味で建築をこうより広い視野で捉えることのできる唯一の、まあ、場だなというふうに感じていますけどね。芸大に行きたいなと思ったのは高校1年生です。で建築に行きたいと思ったのは、まあ、そのちょっと前、まあ、ほぼ同時ですよね。工学部系の建築に行きたいなというのは思ったことないから、やっぱり建築やるイコール芸大と思って1年生の時にもう進路、いわゆる進路ってやつですよねはそういうふうに自分で書いた記憶がありますね。自分の父親のアトリエにですね、リチャード・ノイトラの砂漠の家っていうのがあるんですけど、それの写真集とフランク・ロイド・ライトの落水槽の写真集があって、それをこう見た時になんてかっこいいんだろうなって思ったんですね。でこんなの自分でこう図面描いて設計なんてできて物が出来上がったらこれはいいなって思ったのが建築に向かうきっかけだった気がします。物作るのが大好きでしょっちゅう何かしら作ってました。だからもう自分の部屋中常にセメダインの匂いで充満してましたねまあちょっと健康的には良くないかもしれませんけども、物作るのがすごい好き で例えばですね、グライダーとか胴体の長さに比べてこう主翼の長さの方が長いんですよね。でそれを固定する、胴体と羽を固定するところっていうのがとても難しくて、まあ、何も考えずに作ればポキッと折れちゃう。でそこを補強しようとすると重たくなっちゃうし、当然軽く作んなきゃいけないし、こう流れるようなこう流線形をどうやったら作れるんだろうと、まあ、今なら 3D プリンターとかね、レーザーカッターとかあるから今だったら買って買ってって言ってたかもしれませんけどもその当時は自分でグラフ用紙にこう図面を描いて、まあ、輪切りにした断面図を描いてですね、でそれをこうバルサに転写してこうカッターナイフでくり抜いて、それをリブにしてこう立体を作ってみたいなことを中学生くらいの時必死にやってましたね。まあ、そんなこともあったし、一方で数学というかまず算数が好きでしたね。答えが1個しかない、まあ、いろんな計算の方法あっても答えが1個だっていうところがとても明快で好きだったし、
それが数学になって証明問題とか、結構答えが1個じゃなくなるじゃないですか、ある段階から。それがまたとてもワクワクして、例えば場合分けして、その場合ごとに答えが複数出てきちゃうような世界っていうのがこう広がりかけた時に、それまでのこう単なる計算で答えを求めればいいっていう単純な算数的な数学じゃなくて、もっと文学的な、なんかこう情緒的っていうんですかね、そういうなんかこう数の世界、特にこうあるかないか分かんないような無理数とかね、なんかこう虚数とかね、そんなものをこうこねくり回しながらなんかやってると、もうこれは文学哲学みたいな世界がこう広がりかけてるわけですよね。でそういうのをすごくワクワクしてたことを思い出しますね。そういうなんかセメダインの匂いの世界と、なんかこう文学的な広がりを持つ数学の世界を足したとこに、なんかこう建築を見つけたって感じかもしれないなって今は思いますね。そうですね、セメダインの匂いのことを思い出せば、なんかロボットとかやってたかもしれませんよね、うん、でもね、その当時そんな世界があるってね、ほとんどアニメか SF の世界のなんか絵空事のようにしか当時は思って感じていなかったから、今ならもっとねリアリティを持って考えられたでしょうけども、あとはあの指揮者には憧れましたね。音楽のあの指揮者、なんかスーツビシッと着て決めて出てくるじゃないですか。でも終わる頃は髪の毛こんなで汗ダックダックで、でも終わった瞬間のこうなんていうのかな、こう拍手喝采の中でね、とってもこう気持ちよさそうにこうあのみんなをこうね立てながら、なんかこう達成感満ちてるみたいな、あの姿がなんてかっこいいんだろうなと思ってましたけどもね、まあ職業にするかどうか分かりませんけども、でもちょっと憧れがありましたね。あのさっきもちょっと言いましたけども、建築って答えが一つじゃないんですよね。数学の証明問題であれば場合分けしてそれぞれに答えを用意すればいいんでしょうけども、建築ってそんなにいっぺんにね3つも4つも作れないでしょ。一つしか作れないわけだから、そうするとどういう視点に立って考えるかっていうことがとても重要になってきて、しかもその視点が一つじゃないんですよね、いくつもあって、その中で総合的に一つのものをこう作り上げていかなきゃいけないわけで、そのためにはやっぱり物事に対する観察力とか分析力とか、自分が思い描いたことをこうなんか一つのストーリーとしてこう人に説明できる能力とか、もちろんその前に発想力とか、まあ、いわゆるクリエイティビティって言うんでしょうかね、今までにない発想をするっていう意味での想像力とか、そういったものがなんか総合的にこう求められる世界だと思うんですね。だから文系とか理系とかっていう枠組みはもうはるかに超えちゃってる世界だと思うんです、建築っていうのは。で、まあ考えてみれば太古の昔からもう建築って存在していたわけだし、その時からもうすでにそういう分野だったと思うんですね。だからそういう意味ではすごくこう歴史の長い分野だし、その総合性って意味では他とは比べるものにならないくらい奥の深い学問だと思うし、それを選ぶあなた方っていうのは偉いと思うし、ぜひあのその深き建築の世界でこう世界を相手に自分自身の持っている力をこう伸ばして発揮して、世の中を自分自身がこう切り開いていくような、そんな仕事を将来してもらえたらとても嬉しいと思うし、そういうことができるのってやっぱり建築じゃないかなと思うんですね。
だから建築を選んだあなた方っていうのは素晴らしい選択をしたと思います。もう決めてしまった後みたいな話になってますけども、そういう分野なんです建築って。とてもやりがいのある世界だと思います。ぜひお待ちしてます。